日本中部地方長野県北作郡軽井沢町9、軽井沢万平ホテル裏に広がる幸福の谷旧軽井沢は、長野県北作郡軽井沢町、軽井沢及び大技軽井沢の繁昌地名である、旧カルとも略される。かつては軽井沢村と呼ばれた、観光名所、施設が多く存在し、軽井沢の代名詞とも言える地域である。 軽井沢町の最も東側に位置し、長野県道133号旧軽井沢、軽井沢停車場線が南北を横断する。行政上は、旧軽井沢銀座通り周辺を指すが、一般的には、軽井沢駅急三笠ホテル、薄い峠三原市大館の長野県道133号、両側周辺エリアを指す。中央部の平坦地には、商業施設やホテル、 著名人の別荘が並び、その周囲には、あたご山、利山などの飛行200メートル程度の山が点在し、その傾斜地を利用した別荘がふもとに広がっている。木々は、明治以降に、天宮慶次郎や野沢源次郎らによって植林されたものがほとんどである。軽井沢町では、大和座や、町庭の他に、区と呼ばれる自治組織があり、軽井沢地区には、旧軽井沢区、 新軽井沢区、成沢区、南川区が設けられている。4区合計への人口は3845人。旧軽井沢は、軽井沢駅周辺の新軽井沢に対する、軽井沢塾の旧道周辺の属称として、明治中頃から呼ばれるようになった。また区画整理事業により、旧軽井沢区の一部より1971年には、軽井沢地区が、 新軽井沢区の一部より1973年には、軽井沢東地区がそれぞれ起立した、お参照。公立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。